はい、皆さんこんにちは。 DIY チャレンジのヒデです。今日はですね、こちらダイハツミラー型式が UA-L250S250S ですね、年式が平成16年2月登録の車両なんですけれども、こちらのエンジンオイルとオイルフィルターの交換ですね、こちらの方を DIY していきたいと思います。はい、それではですね、ジャッキアップ等々をいたしますので、アングルが変わります。はい、それではですね、ツール紹介いきたいと思います。こちらドレーンボルト外すのにですね、使います。あのコンビネーションレンチ14ミリですね。はい、それからですね、まずですね、ナンバーを外すのにこちら10ミリと小型のラチェット。別にこちらの大型のラチェット使ってもいいんですけれども、それは構いません。はい。それからですね、こちらカップ65ミリのものですね。で、それからですね、ちょっとね、届かないので、このエクステンションを、このような形で、つなげて、ラチェットをつなげて使っていきたいと思います。はい。ちょっとね、フィルターの位置が他の車と違ってナンバーの後ろになるもんですから、ちょっとこれが違いますので。で、それからですね、フィルターの方ですけれども、こちら、日東工業さんの 4SF1021800 ですね。こちらの方を使います。ダイハツ、スズキはこのフィルターが多いです。はい。で、量なんですけれども、こちらですね、取扱説明書なんですけれどね、オイルだけの場合 2.1 リットル、オイルとフィルターを交換する場合でも 2.3 リットル、かなり少ない量ですよね。で、こちら、銘柄なんですけれども、ちょっとこの車も距離がね、走っておりますので、5W30 のスノコのオイルを使いたいと思います。ちょっとね、距離走ってる車に 0W20 だとちょっと柔らかすぎると判断しまして、5W30 ですね。こちらの方を使っていきたいと思います。はい、それからですね、このパーツクリーナーですとか、ウエスですね。それからこちらにオイル受けと、オイル 2.3 リットルですね。こちらを用意しております。はい、それではですね、早速、作業の方を開始したいと思いますので、アングルが変わります。はい、まずですね、ナンバー外していきたいと思います。左回しですね。はい、もう緩んだら手で回してくれればいいと思います。ナンバー外さなくてもフィルター変えることは可能なんですけれども、ナンバーを外した方が変えやすいんですね、フィルターが。ちょっと見づらいかもしれませんが、この奥にフィルター見えますとか、下がね、ちょっと映ってると思うんですけれども、こちらにフィルターがあるのでね、ここ外した方が楽に外せるということで、ここを外します。はい、それではですね、左右の方は実際ドレーンから外してきますので、アングルが変わります。はい、こちらオイルパンになります。で、こちらがオイルドレーンですね、ボルトになりますね。はい、こちら左回しで緩めていきます。はい、で、緩んだらですね、手で回せるようだったら手で回していくのが一番いいかと思います。はい、外れるとね、下向きなんでドバッと出ますのでね、あんまり驚かないように、やります。はい、この時ですね、ビニール手袋、こちら軍手のよりもですね、このビニール手袋の方が衛生的で、よろしいかと思います。はい、ぼちぼち外れます。はい、外れました。ちゃんとまだとろみがね、あるような感じですよね。ドレーンボルトはですね、再使用いたしますので、この間にきれいに、しておきます。はい、でですね、フィルターはですね、ちょっとこれがね、もう少しポタポタになってから外すようにしたいと思います。はい、ちょっとね、まあ、時間かかりますので、少し、お待ちいただければと思います。皆さん大体オイル交換っていうのは何キロぐらいでやられてますかね。私は大体基本的には5000キロに1回ぐらい。
まあ、取扱説明書には最近で1万キロに1回とかって書いてありますけれども、僕は5000キロに1回ぐらいが一番ベストじゃないかなと。まあ、こういうですね、作業する際に、まあ、下回りも見れますのでね、ちょっとした点検にもなるかと思いますので、それなりに5000キロぐらいにね、1回ぐらいはこう下回りも見たいなってやっぱ思いますので、皆さんもね、オイル交換の時期、取扱説明書よりはなるべく早め早めに交換する方がいいんじゃないかなって僕は思います。はい、だいぶこう収まってきましたね。そしたらですね、ちょっとまあ風で流れますけれども、ちょっともうちょっと収まってからにしましょうか。フィルターを外すのはですね、フィルター外してもですね、結構このように漏れてきますので、受け皿もね、それを考慮して、配置しないといけないものですから、もう少しちょっと収まってからにしたいと思います。ちょっとね、これを待ってると時間かかっちゃうので、一回止めて、また時期が来たら回したいと思います。はい、オイルパンからですね、オイルがもうあんまり出てこなくなりましたので、フィルターのを取りたいと思います。こちらフィルターカップですね、こちらをまず最初に奥に入れます。はい。で、実際ですね、ちょっとここ、中心にないものですから、ちょっとね、ここを少し自由の効くエクステンションですね。これをちょっとね、刺しますね。これだとね、多少こう、斜めのところでも回るようになります。はい。で、さっきのちょっと長いやつですね、使って、よいしょ。はい、しっかり刺してですね、回していきます。左回しですね。はい。はい、比較的簡単に回りました。はい。よっ。はい。一回も外しちゃってください。手で回せれるようになったら、もう外しちゃって構いませんので、はい。で、手で回して取っていきます。はい、やはり最初ですね、オイルがちょっと垂れます。これは致し方ないことですので、我慢して外しましょう。はい、完全に外れるようですと、頭を下にすればもう漏れてきません。はい、で、こちらの方からですね、出口から出すっていうような形ですね。はい、で、そうしましたら今度もね、間髪入れずにこちら、フィルターのですね、4SF102-18003 ですね、こちらを取ります。で、開けますね。はい、そうしますと同じフィルターが入ってました。ここのビニールは、もう取っちゃってください。はい。で、この時そのままつけるではなくですね、ちょっと芯油を、ここのですね、パッキンのところにですね、つけてあげてください。はい。若干で結構です。これはなぜつけるかというのはですね、フィルター装着した時にオイル漏れを防ぐためですね。それから次回取れやすくするためとも言われております。はい。そしたらですね、もうなるべく間髪入れずに外したところにのネジにですね、対して、同じようにこう手で回していってあげます。はい。こうすごく簡単に回るのが普通なんで、これがしっかり入っていかないようですと、ちょっと曲がって入ってるんじゃないかっていうことをですね、考えた方がよろしいかと思います。はい。で、底面がつきましたら、今の位置から、4分の3周、回すような形ですね。はい。で、フィルターカップをじゃあつけまして、よいしょ。すいません、まっすぐ入れられませんでした。ちょっともう一回やります。よいしょ。これちゃんと奥までね、入れないと回らないのでね。はい、そしたら奥まで入れたら、先ほどね、斜めでも使えるエクステンションで、ここをですね、起点にして向かいにも同じようなのがあるので、これ、半周すると同じように出てきます。はい、じゃあ右回しですね。はい、では回します。はい、これで2分の1周、あと4分の1周ですね。
はい、こんなもんでいいですね。はい、ちょっと緩いかなと思うぐらいなんですけれども、この4分の3周で、よろしいです。はい、でちょっと奥まで入ってしまってなかなかちょっと抜けないですね。ちょっとね、その場合少し逆回しにしてあげると、よいしょ、ちょっとね抜けづらいですね。はい、これで抜けるでしょうか。はい、抜けました。はい、それではですね、今度また下に戻りまして、ドレーンボルト閉めて、洗浄して終了ですね。はい、今ですね、こうオイルフィルターの取った場所ですね、もうすでにだいぶ汚れておりますので、そこめがけて汚れを取っていただければと思います。そうしておけばですね、なんかオイル漏れした時とかですね、どっから漏れてるっていうのが分かりやすいのでね。はい、まあ、ワコーズのパーツクリーナーなんで、少しちょっとケチって拭きたいところなんですけど、ちょっとね、あんまりケチりすぎても、汚れが取れないだけなので、ちょっと奮発して使ってみたいと思います。はい。はい、それではですね、次ちょっと下の方の作業行きたいと思います。アングル変わります。はい、それではですね、こちらオイルパンの方もですね、ドレーンボルト締めていきたいと思います。はい、こちらですね、パッキン新品にいたしました。はい、ちょっとね、新品にした場合ですね、少しちょっと押し付けるような感じで少しトルクをかけてあげればいいかなと思います。はい。そしたらですね、手で回して、次は、こちら、メガネを使ってちょっと、普段よりも少し強めに締める。といってもそんなに思いっきりギュウギュウに締めなくてもいいです。はい、こぐらいでいいですね。はい、そしたらですね、最後やはりパーツクリーナーこの辺拭いてですね、ちょっとマフラーにもかかっちゃったりしましたんでね、こちらの方を清潔にしていただければと思います。はい、で再度ですね、フィルターとドレーンボルトが閉まってることを確認しまして、次はですね、オイル注入ですね、その方を、いきたいと思います。はい、それではアングル変わります。はい、それではオイル注入いきたいと思います。こちらオイルのフィラーキャップになります。はい、こちら開きまして、先ほど用意してましたオイル 2.3 リットルですね、こちらの方を入れていきます。こちら、飲み込みがいい車両とね、そうでない車両がありますので、なるべくゆっくり入れてあげてください。吹きこぼしてですね、呼吸類にオイルがかかるのが一番心配でありますのでね。はい、まあ量が少ないもんですから、ゆっくり入れてもそんな時間がかかりません。はい、ほぼほぼ今もう全量が入った感じですね。はい、OK です。はい、それではですね、こちらフィラーキャップを閉めます。で、レベルゲージもですね、ここにあるからすぐ測りたいところなんですけれども、フィルターも変えましたしね、まだエンジン内に回ってないので、オイル一回回してあげて、まあ、エンジンのかけてアイドリング5分、クーリング5分してからですね、こちらオイルの量を見ていきたいと思います。はい、それではですね、ちょっと時間かかりますので、一回カメラ止めて、もう一回、測っていきたいと思います。はい、それではですね、アイドリング5分、クーリング5分いたしましたので、こちらレベル測っていきたいと思います。まずこちら抜きまして、余分な油分をですね拭きます。はい、でもう一回これをですね中に入れます。はい、で抜きます。はい、ここですね、L と H があるんですけれどね、こちらの H の方にね、ちょうど来てますので、オイルの量は正しいということになりますね。はい、あ、H じゃなくて F でした、ごめんなさい。 F と L になってて、 F のところに来てたので正しいということになります。はい、
今日はですね、この L250S のですね、ミラのオイルフィル、エンジンオイルとオイルフィルターの交換ですね、こちらの方を DIY させていただきました。皆さんのですね、参考に少しでもなればと思います。はい、それでは今日も動画ご覧いただきましてありがとうございました。またよろしくお願いいたします。